少し前になりますが、震災後門脇小学校というところに取材に参りました。その際には小学校産婦人科を中心に回ったんですけども、今回はあれから3年が経ち、震災から3年目を迎え、今 の津波を受けた地域の状況がどうなっているかということを中心に見せていただきたく回る予定でおります。主な場所といたしましては、石巻、女川、あと、三陸、南三陸の方ですね、の方に伺う予定でおります。そうですね、あたりが、象徴でもある。そうですね、じゃあここからどうしようかなと思っている間に、地域の人もこう、あと 1,2 年の子供が結婚してましたでしょ、はい、その子供たちを引き連れてこう随分戻ってくる、保護者も地域の人もおられたのね、よくね、津波はいつ来ましたかとか、後ろから来たんですかって聞かれるんだけど、そんなこと見てる人もとにかく子供たちは早く早くって、あの日あの時この門脇小学校で何が起きたのか、そのことについて子どもたちが素早く避難したということです。地震と津波連動した避難訓練をしておりましたので、その常の避難訓練通りに早く高台へ避難したということ、そのことをまず持ってお話しいたしました。避難している時の子どもたちの気持ちですね、そういうことをお話しした時にやっぱり込み上げてくるものっていうのが、私もありましたし、平松さんの方もすごく感じられたようでした。先ほどお話した門脇小学校であの日何が起きたかっていうこと、そしてこれから災害が起こるかもしれない人たちの お役に立てればいいのかなって、そういうことを、この2つのことをお話ししていただければ大変ありがたいなというふうに思います。